用意。まあ、常連でもよく行かせていただいて、で僕とこの店長とかあとオーナーと2人よく蕎麦谷さん通わせてもらって美味しかったので、いろいろあって立ち食い蕎麦今回やるってなった時にちょっと蕎麦谷さんの役を継がせていただこうって話になります。でお会いしてしたら、まあ、心よくじゃあ頼む頑張ってくれよみたいな感じでちょっとおっしゃっていただきました。同じ麺ですね、製麺所と、あと出汁屋さん、十条に出汁のちょっと夢とかあるんですけど、そこから全く同じソーダガツオの出汁と、あとサバの出汁取り寄せて、まあ、一応同じ出汁を使わせていただいてっていう感じです。あとはムジナそばっていうタヌキとキツネの合わさってとかは、もともと仙台のそば谷さんで、まあ、ちょっと名物メニューみたいなもんだったんで、それをこのまま使わせてもらって。
かじゃねえのだ。はい、じゃあね、かき揚げ音だねございます。はい、ありがとうございます。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 
はい、いらっしゃいませ。少々お待ちください。はい、いらっしゃいませ。はい。はい、じゃあ、順番に置きます。はい。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、どうぞ。今、パーツ行き。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。半そばかき揚げです。はい、どうも、ありがとうございます。じゃあ、ゆきゃ、じゃあ、やってますから。はい、どうも、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、560円です。5000円から